どうも、まっちゃんぬの松井さん、こんにちは。はい、てなわけでですね、100円均一ありますよね。で、100均に行くと、これ本当に100円なのっていうことって結構ないですか？で、今回マジすごいの見つけたの。バラ、しかも見て、レインボー。しかもこれだけじゃなくって、黒、ピンク、白、ゴールド、ピンク、オレンジ、紫、シックローズ、カーコイズ、黄緑、赤、オーロラ、黄色、青。はい、こちらの子たちを集めました。やばくないですか？純粋に可愛すぎて、全部100円1個、全部100円で、まあ女性の皆さんといえば何もない日のプレゼント、ズキュンドキュンってしませんか？はい、なのでうちの方今後ろでって寝られているんですけども、もううちのお母さんこれをね、花束にして持っていったら一発で目を覚める、または起きていたらどうしよう、すごい喜ぶかもしれないじゃないですか。やっちゃえと思います。じゃあ早速やっていこうと思います。それではレッツラゴーディン。まずチャンネル、まずとりあえずこれを全部開封していく。はい、一旦全部袋を出し終わりました。 OK、 こんな感じですね。めっちゃ可愛くない？あ、なんだろう、ちゃんと多分この形でキープはされるようになってる。写真撮ろう。この紙たちを次撮らなきゃいけんのか。ああ、やだ、めんどくさい。OK、 出来上がりました。とりあえずこれも最初とまで決めよう。かわいい、待って、やば、ガチ。完成、かわいい。待って、かわいいんだけどさ、どうする？こっからどうしたらいいの？で、シルバーのグラッピングシート、グリッターを使います。セリア、これも。可愛く出来上がりました。可愛い。茎の部分がさ、硬いからもうこれ以上いかないし、これ以上ギュッと押すとポーンって出てきちゃう。はい、こちらをねお届けに舞い上がりたいと思います。結構マジでどう？可愛くできたと思うけど、行こう。何これ？バラがいっぱいあるの？隠し撮りされとる。クラミで、こちらは何にもない日の花束のプレゼントです。私これ100均で見た。やばいです。何が撮るの？いいよ、私可愛いなと思ってた。うん、請求するわ。ありがとう。2100円。じゃあいらない。はい、でなわけですね、うちのお母さんに寝起きに花束を送るとこういう反応だったっていうことが分かりました。拍手。はい、でなわけですね、パンツが。こちらの動画がね、良かったなって思う方お見えでしたら、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。
以上。まあ、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